坂本浩二は、日本の経営学者、元法制大学大学院政策、創造研究科教授、特定非営利活動法人総合アット、静岡理事長、特定非営利活動法人オール静岡、ベストコミュニティ理事長、特定非営利活動法人ストリートデザイン、研究機構理事長、株式会社、アタックス顧問、アチーブメント株式会社顧問、社会企業大学顧問、 人を大切にする経営学会会長、浜松大学経営情報学部教授、福井県立大学地域経済研究所教授、静岡文化芸術大学文化、政策学部教授などを歴任した。1947年、静岡県志田郡にて生まれた。幼少の頃は、複雑な家庭の事情から養母に虐待を受けて育った。静岡県立灰原高等学校を経て、 法政大学経営学部を卒業した。2013年8月2日、中小企業大学校東京校にて、法政大学経営学部講師、静岡県立大学経営情報学部講師、浜松大学経営情報学部教授、大学院経営学研究科教授、福井県立大学地域経済研究所教授、静岡文化芸術大学文化政策学部教授、 大学院文化政策研究科教授、法政大学大学院イノベーションマネジメント研究科客員教授、静岡県立大学経営情報学部客員教授、法政大学大学院政策創造研究科教授などを歴任した、法政大学大学院に設置された政策創造研究科の政策創造専攻にて教授を務めた。また、法政大学大学院では、 イノベーションマネジメント研究科のイノベーションマネジメント専攻の教授も兼任した。さらに、新設された法政大学静岡キャンパスでは、キャンパス長も務めていた。通商産業省では、経営に関する審議会等の議論に参加しており、中小企業近代化審議会、大規模小売店舗審議会、三端地域振興審議会の各委員を歴任した。また、 日本学術振興会では特別研究員等審査会の専門委員を務めた。現在は中小企業庁に設置された経営革新制度評価委員会にて委員長を務める。2013年8月2日、中小企業大学校東京校にて専門分野は経営学であり、地域経済論や中小企業論などの研究を中心としている。 全国6000社以上の企業を訪問し調査、分析を実施するなど、フィールドワークや、ケーススタディを重視した研究を行っている、中小企業やベンチャーに関する一般読者向け著書も、多い、研究のみならず企業家の育成にも努めており、シンクタンクソフィアバンク副理事長の藤沢久美らとともに、スモールオフィス、ホームオフィスの振興、支援を行う NPO、静岡を、 立ち上げ、坂本が理事長を務めている。また、社会福祉法人、草笛の会の草笛共同作業所施設長や社会福祉法人、福育会の杉の小作業所施設長らとともに、障害者の雇用を推進する NPO、オール静岡ベストコミュニティを新たに立ち上げ、こちらも坂本が理事長に就任した。人を大切にする経営学会を立ち上げ、清成忠夫、西水美恵子。 塚越博士、藤沢久美と共に代表発起人として名を連ねた2014年8月27日日本立地センターにてありがとうございます。